ただいまより K1 グランプリ96開幕戦第8試合を行います。23戦23勝 20KO という輝かしい戦績の男、ジャン・クロード・リビエ。対するは立ち技最強の男、ピーター・アーツ。共に1970年生まれ。無敗を誇るアメリカ最高峰の男が勝つか、その無敗伝説に屈辱の黒星をアーツが与えるのか。ただいまの試合、1ラウンド2分43秒、赤コーナー、ピーター・アーツ選手の KO 勝ちです。Winner is Peter Arts。見事勝利を収めましたピーター・アーツ選手に、フジテレビジョン取締役事業局長、菅勝也様より勝利者トロフィーが贈られます。